サレーセントラル駅はカナダブリティッシュコロンビア州サレーにあるスカイトレインエキスポラインの駅である。サレーセントラル駅はエキスポラインの延伸に伴い1994年3月28日に開業した。計画当初はウォーリーセントラル駅と呼ばれていた。サレーセントラル駅周辺は治安が悪く2009年には麻薬犯罪が59件。 暴行事件が171件発生し、乗客10万人あたりの暴行事件発生数が7.51件であり、コマーシャルブロードウェイ駅に次いで、スカイトレインで2番目に治安の悪い駅であった。これにより、メトロバンクーバー鉄道警察とされ防犯協会が連携してトランジットウォッチプログラムを設立し、プログラムに参加する学生ボランティアや警察官が 駅構内を巡回するようになった。2010年頃から周辺の再開発と警察による巡回などにより治安が改善されている。2017年3月にトランスリンクは混雑解消のために駅の改良工事を行うことを発表した。この工事では駅北側に出入り口を2カ所、エスカレーター3機、エレベーターと階段を増設し、駅照明の改良が行われた。 改良工事は2019年2月に完了した。サレーセントラル駅のホーム北口改札島式1面2線を有する高架駅である。駅の南口にあるバスターミナルサレーセントラル駅は以下のように多くのバス路線が発着している。エキスポライン、キング・ジョージ・シ線。ありがとうございます。